国蔵山は、兵庫県丹波笹山市、三田市にある標高596メートルの山である。過去川水系と向川水系の分水嶺。登山道の途中には、国蔵寺が現存している。ふるさと兵庫五十山及びふるさと兵庫百山に、選定されている。国蔵山は、兵庫県丹波笹山市と三田市の境をなす。標高596メートルの山で、昔は、 岩辻山と呼ばれていた。水古天皇時代、聖徳大子が夢のお告げによって、三田市川の中原に国蔵堂を建立したことから、国蔵堂山と呼ばれるようになった。聖寺は本堂の他に、微射門堂、薬師堂、仁王門などの七道伽藍があったという。天正7年、明智光秀の丹波攻めの際、陛下に焼かれ消防したが、 幸いご本尊国蔵菩薩像は名を逃れ、三村田島守等などにより再び伽藍は復興したが、豊臣時代には寺療を没収され衰退、明治時代の廃物希釈により、わずかに仏閣を止めるだけとなっていたが、今でも国蔵堂が残り、歴史を感じる作りになっており、聖徳太子ゆかりの寺を参拝できる。国蔵山井は JR 西日本福知山線乱本駅から、 酒水神社を経て、国造堂に至る、表参道と、乱本駅の北側より上る、裏参道がある。東北方の草野駅から上る道、また西方立国焼きで有名な今田戸町から上る、道などがある。なお、表参道は、王子の石畳や石段、参拝者が手を清めたという石州などが残る。また酒水神社は、旧から十世紀に万延した、薬病を治したという酒が、 付近から湧き出たということで、時の御須作天皇からその社号を授かったとの言われがある。標高は596.0メートルで山頂からは、明けた景色が楽しめ、北雪の山々、六甲山系から淡路島などの眺望が広がるほか、登山道の尾根からの見晴らしも大変よく、案内板や道標も整備された、歩きやすい登山道で週末には多くの登山客で賑わう。 紅葉や新緑が美しく交通の便も良いことから、都市近郊からの登山客も多い。また毎年初日の出を迎えるため焚き火が焚かれて、登山客を迎え、お馴染み田市の羽田場山と共に新年初日の出登山が、恒例な山である。近畿自然歩道にも指定されている。関西日帰り山歩きベスト100岡広市、都市見実業の日本社2007年7月8日発行。 ありがとうございます。